2日目です。チーズ工房に来ました。めちゃめちゃ隠れ家的じゃないですか。あ、今友達が撮ってくれてます。隠れ家的に何て言うか分かんないけど、浜谷チーズ工房。え、めっちゃ可愛くない？やばい。お店入るときマスクします。こんにちは。もうここのしかない。そうですね、もう今日はこれが最後。全然いいです、全然いいです。手作りはちみつバター次はキングハムのお店に着きました。てか雨だから本当サファリパークが行きたかったけど全然行けなくて、美味しそうな食べ物を巡るっていう感じで。え、これスライドか、こっちか。チーターの好きなウインナーでも買おうかな。入ります。うわ、めっちゃあるじゃん。ハムピリ辛黒胡椒。ああ。で、辛いのが苦手でしたらシソチーズ。あとニンニクが好きか嫌いかでガーリックペッパー。はい、ああ、美味しそう。いっぱい買った。よっしゃ。ああ、空気が良すぎる。え？あ、これですか。買ったやつは明日も。明日加トちゃんが自分でウインナー買いたいって言ってたんで、自分が食べたやつ買ってきた。シソ入りウインナーと、夜おつまみ、夜の部屋で食べるやつ。ナス2日目です。2日目の夜です。いや、ほんとゆっくりできたね。うん、特に1日目はちょこちょこいろいろ行ったんですけど、2日目はほぼチーターがずっと温泉入ってお昼寝しとったけん、ハムとかチーズ買いに行きました。でも楽しかったろ。めっちゃ楽しかった。女性同士で空気がいいわ。人生初の那須高原だったっけな。うん、めちゃくちゃいいな那須めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。いや、ほんと10ヶ月ぶりぐらいのこういう温泉っていうか旅行で、いや、こうやって2人でさ、ゆっくり旅行できるってことが当たり前じゃないなと思いました、本当に。な、こういうの、うん、一個一個こういう思い出大切にしていかんといけんな。うん、聞いとる？聞いてるよ。ずっと爪切っとる。隣で爪ずっといじっとるわ。逆さ爪。そう。ほんと。え、ハンドクリーム塗らんと。これ。乾燥するんよ。逆爪、切りたいんよ。爪切り持ってきてない？持ってきてるよ。爪切りで、あとでやり？あ、蒸しちゃった。あ、痛い？痛くない、大丈夫。じゃあ今からご飯を食べたいと思います。行ってきます。バイバイ。バイバイ。まあ、まだ続きあるね、これ。な、あ、バイバイ。ずっと来たかったペニーレイっていうパン屋さんです。私めっちゃブルーベリーパンが有名らしくて、ちょっと食べてみたいと思います。美味しそう。でも一番ブルーベリーパンが押してて美味しそうですね。うわ、
東京の友達にもお土産で買って帰ります。はい、東京に戻ってきました。はい、楽しかったです。楽しかったね。うん、私人生の、うん、人生初めての那須高原なんですけど。いや、俺もそうだよ。あ、チータも初めて。うん、いや、本当にさ、な、空気が全然違った、うん、この東京の結構大都会のど真ん中に住んでるじゃん、うちら、うん、でなんか鼻で空気吸った時のさ、栃木の空気めっちゃ入ってきたよな。そんな感じた？全然違う。まあ違うんだけど、うん、温度もやっぱり違うしな。ちょっと肌寒かった、うん、で、お土産買ってきて、お土産っていうか自分たちにお土産買ってきたやつ紹介しようと思ったんですけど、うん、もはや半分ぐらい食べてしまってもうこんだけしか残ってないよ。けど一応買ってきたやつ、うん、紹介します。それは何？あ、これはチータが寝とる時に行った天谷チーズ工房。これすっごい多分 YouTube でお土産、この動画の前に多分出ると思うけど、うん、あの行った山奥にあるチーズ屋さん、でここがさ、ここが、うん、もうめっちゃ良かった。 このチーズめっちゃ美味しかった。ちょっと小さくて字が見えない。こんな感じね、パッケージ、ナチュラルチーズ。あー、でここ行ったらさ、もう5時に閉まるんだけど、うん、4時半ぐらいに行ったらもうほぼチーズなかったよ。でこのモッツァレラを2つ買って、うん、あと蜂蜜バターも2つ買って、あとフレッシュ、なんか違う箱に入ったなんかチーズ、丸いカップに入ったチーズも買ったんや、うん、で帰り車の中でそのスプーンでそのチーズを食べたら美味しすぎてもう完食よ。車の中で食べたの？うん。で蜂蜜チーズは友達にあげたけ、もうこれしかない、2つ。これはでも食べる、うん、あとその後に行った、それも動画に載ると思うけど、これもう朝食べたってもうこれしかない、那須高原キングハムさんのウインナー屋さんに行ったわけよ、うん、でここでジャーキーとかウインナーとかいっぱい買ったんだけど、ジャーキーも車の中で食べてもないよ。あ、でもそこは俺も行ったんだよな。行ってないよ。行ってなかったっけ。チータンが行ったのは、うん、違う、チーズ工房。これはな、チータンが寝とる昼寝中に行った。昼寝中っていうか、だらだらテレビ見とったり、その間に行った。でもここのジャーキーも美味しかったよ。美味しいし、ウインナーがめっちゃ、このシソウインナーめっちゃ美味しかった。もうこれも結構食べたんだけど、こっからはチータンと一緒に行ったチーズ工房よ。お客さんがいっぱいいたよな。いっぱいおった。那須高原、めっちゃ買ったよな。買ったけど、これだけしか残ってないってのは、一人で食っちゃったの？まあまあ、食べたよな、全部と、ここでもバター買ったわ。このバター、うん、買ってくれたよな、チータンは、うん、で、このウインナーも2種類ぐらい買ったよな。美味しかったな。うん、美味しかった。トマトチーズね。あと、これも買ったな、このチーズ。チータン買ってくれた。あ、ウインナーと一緒にカゴに入れたっけ。俺結構買ったんだよ。うん、なんか減っとるな。減っとるなんて自分食べたんだろ。減っとるな、めっちゃ。でも1日しか経ってないけど、昨日帰ってきて今日なんで、うん、の今昼撮ってるけど。じゃあ車の中とか、うん、暴飲暴食したい。随分食べたんだな。うん、なんか減ったなっていう感じのお土産を買いました。で、那須は楽しかったですか？いや、めっちゃ楽しかった。食べ物も美味しいし、うん、空気も美味しいし、うん、それでチーズケーキ系も美味しかった。牛乳系、うん、アイスとか。ずいぶん食べたよな。あ、そうそう、そのチーズ工房で食べたソフトクリームがめっちゃ美味しかった、うん、あ、でも来年も絶対栃木に行こうと思ってもう計画立ててるんで、うん、来年また栃木のいいところを紹介します。はい、ではまた来週。はい、バイバーイ。バイバーイ。